ダグラス・ホフスタッター、ダグラス・リチャード・ホフスタッター、ダグラス・リチャード・ホフスタッター、1945年2月15日体は、ニューヨーク生まれのアメリカの学者。2014年現在、インディアナ大学ブルーミントン校教授。専門は認知科学及び計算機科学。ホフスタッターは、多くの一般書を執筆しており、その中でも特に有名なのが、ゲーデル、エッシャー、バッハ、 あるいは不思議の勘。ホフスタッターは1980年に同書でピュリッツァー賞の一般ノンフィクション部門を受賞した。この本は人工知能の問題を高エネルギー物理学、音楽、芸術、分子生物学、文学といった多彩なテーマに絡めて記述し多くの人々の興味を引いた。この本がきっかけになって 人工知能分野へ進むことを決めた学生も大勢いると言われている。ダグラス・ホフスタッターは1945年アメリカのニューヨークで生まれた。父親はノーベル賞を受賞したこともある物理学者のロバート・ホフスタッター。ホフスタッターの父方のおばは進化生物学者スティーブン・ジェイ・グールドの母方のおじと結婚していた。1965年 スタンフォード大学の数学科を卒業し、1975年には、オレゴン大学で、物理学の博士号を取得。2006年現在、インディアナ大学ブルーミントン校で、認知科学と計算機科学の教授、コリッジプロフェッサー及び科学士、科学哲学、哲学、比較文学、心理学の教授、アジャンクとプロフェッサーを務める。また、同校の概念認知研究センター、 ホームページの代表も務めている。ホフスタッターはマルチリンガルでもある。彼は母語である英語に加えて、他にイタリア語、フランス語、ドイツ語を使うことができる。1960年代の中頃、数年をスウェーデンで過ごし、スウェーデン語を学んだ。彼のこれらの言語に対する知識は、部分的には若い時にジュネーブで過ごした数年間の経験に返せられ、彼は、 ジュネーブでインターナショナルスクールに通っていた。彼はロシア語もある程度話し、ゲーデル、エッシャー、バッハの一部分は自身の手でロシア語に翻訳している。また、プーシキンの陰文小説、エブゲーニー・オネーギンを陰文で英語に翻訳し、出版した。亡き妻キャロルを追悼して書いた、ルトン・ベア・ウデマーで、彼は自分のことをバイリンガル・ピリングワルと称し、3.14159。 この言語に精通しているという意味、オリゴグロット、オリーガグラット、オリーゴは、少数、グラットは、言語に通じているの意である、ともしている。彼の興味の範囲には、音楽、精神、想像力、意識、自己言及、特に自己言及のパラドックス、自己言及すなわちパラドックスではない、翻訳、数学ゲームなどが含まれる。 コフスタッターは日本の絵本作家、庵野光ミパズル的、幾何学的なテーマの絵を好むのファンで、二人は多数名と共に一緒に食事をしたこともある。インディアナ大学で彼はらと共同で高水準の近くの認知モデルコピーキャット及びいくつかのアナロジー作成と認識のモデルを制作した。コピーキャットプロジェクトはメタケイトとマグニフィコットへと発展し、 ホフスタッターらが取り組んでいる。メタケイトの1999年の概要はここに、ある PDF 形式。コピーキャットファージテクチャーに基づく新しいモデルとしては、シークエル、音楽に関するアナロジーと認知モデルと、シーキシー、数列に関するアナロジーと認知モデルがある。ホフスタッターは、従来の学術詞よりもアイデアを本の形にまとめることを好むため、 学術史にはあまり論文を発表していない、下記にある初期の物理学関連の論文を除く。そのため、計算機科学への多大な影響にもかかわらず、王道から外れたアンダーグラウンドな印象がある。彼の業績から様々な研究プロジェクトが影響を受けたが、公式に引用されることは少ない。マーティン・ガードナーがサイエンティフィック・アメリカン誌の数学ゲームというコラムをやめたとき、 ホフスタッターはコラム執筆を引き継ぎメタマジックゲームと題した現代メトマジックルティーマスはマスマティカルゲームズのアナグラム。いずれも日本では日経サイエンス誌に連載された。ここではホフスタッターはこの本の書評という自己研究の一種を発明している。書評を集めた本というような本を作ろうとしたとして、 その本自身についての表を掲載しようとすると、書評の天才元自身が自分自身であるというたちの悪い自己言及となる最終原稿を読んでの書評、あるいは旧版についての書評が審判に載るといった形で、その本自身についての書評がその本に収録されているというような自己言及は一般的に存在する。Apparently, リーイドレス者派ハ,ハスアテンプテッドディ s オアトリースとサムシングシミラー、ウィズザブックオブザブック。以下に、ホフスタッターの出版された書籍を列挙する、掲載されている ISBN は、もしあれば、ペーパーバック版のもの。以下に挙げるのは、ホフスタッターが序文を書いたり、弊社として関わった書籍。ホフスタッターが教えた学生の中でも有名な人物。ゲーデル、エッシャー、バッハにおいて、 ホフスタッターはよく引用されることになるホフスタッターの法則を書いている。次の通りであるが自己言及を含んでいることが特徴と言えよう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。